表現する上ですごく大事なことだと思っていて、Thank you so much for inviting me, and I'm very honored to. 海外に行ったりするときは美術館になるべく行くようにはしてますね。Welcome I to Van Gogh Alive and our 100th display in Tokyo. Thank you so much for inviting me, and I'm very honored to be an ambassador of this art exhibition. Thank you. はい、ようこそということで、就任できて光栄ですというメッセージをいただきました。ありがとうございます。アンバサダーに就任されました。今のお気持ちいかがでしょうか。はい、今もお伝えしたんですけど、とても光栄に思っております。ありがとうございます。どうでしょうか、その海外で美術館に行くっていう機会もこれまでたくさん機会としては多かったんですか。はい。それはこう日本とはまた違う何かインスピレーションを受けたりとか、そういったことっていうのはあるんですかね。まあ、でも今回のこの展示のようにいろんなところで開催されているものがありますし、全世界で開催されているものもありますし、もちろんその都市その場所でしかやってないものもあるので、やっぱりその海外に行ったりするときは美術館になるべく行くようにはしてますね。こうやっぱりアートに触れるっていうのは、自分のそのさっきのモデルの話しましたけど、表現する上ですごく大事なことだと思っていて、その感覚、本物に触れる感覚っていうか、そういうものって自分の表現にどっかしらでこう、まあ、裏付けられるというか、その脳裏に残っていて自分の表現に、アウトプットされていくっていうことが絶対あると思うので、私は基本的にそんなにアートを見てこれがアートこうで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 みたいな論理的に難しく考えるタイプではないんですけど、本当に感じることを見て感じることっていうのがとっても大事だなって常々思っているので、このエキシビジョンに関しては本当に感じるっていうことに特化されてるというか、だからどの世代の方たちにも見てもらいたいですけど、子どもには特にいいんじゃないかなと思いましたね。2023年は富永さんモデル歴25周年、はい、はい、非常に節目の年になったのかなと思いますが、どうでしょうか、2024年は何か目標ですとか、こんなことチャレンジするとか何かありますでしょうか。そうですね、私はその年々に目標を立てるタイプではないんですけど、とにかくこう今あるお仕事というか、プライベートもそうですけど、その目標を一つ一つこう誠実にやっていく、こなしていくというか乗り越えていくっていう感じですね、はい、もうあえて1年の初めだからとかではなく、もう常に一歩一歩前に進んでいくという姿勢を貫かれているということでございますね。ありがとうございます。